プレミアで見てみたい日本人選手誰ですか？ああ、でもあれじゃないですかね。あ、でもね、シュミット選手5大リーグ行きたいって言ってたけど、誰なのかな？プレミアで見たいか。ああ、だな。でもなんか、絶対出る、あんまりプレミア進めない。別にプレミアにいないといい選手になれないわけじゃないじゃん。で、プレミアリーグってやっぱりさ、イングランドってそういう差別的なあれがあるらしいから、やっぱりこの生活の中でとか。で、イングランド人の気質がそうじゃん。なんかこう、よそ者許さないというか、よそ者に対して厳しいところあるから。だから行って変に出られないとかよりは、ドイツとか、スペインとか、まあプレミアとチャンピオンズリーグ当たるとき全然勝負できるみたいなチームに行って、あとプレミアってさ、こう、フィジカル的な消耗激しいらしいから、ドイツとかの方が休めるし、イタリア飯うまいしみたいな感じじゃないですか。行ってほしいみたいなないんですよ。なんか華やかさあって、あれだけど、それによって選手寿命短くなるのはどうなのかな、みたいな。そう、だからその中で、だからミーハー心っていうか、行ったら盛り上がるだろうな、みたいな選手はいっぱいいるんですけどね。だけど、行って出られないとか、なんかそういう、ね、マイナスなところの方が気になっちゃうね。だから遠藤航とかはね、スパーズとか合いそうでしたけどね、キャラクター的に。とか、鎌田とかか、今だと。エジル的なね、感じとか。でもっとどんどん出てくるでしょうね。それこそ、若い世代で言うと、鈴木唯人とか、センターバックの選手もよかったよね、左。忘れたけど、あと、あれ、和製ハーランドみたいな。中島？タイガー？タイガー？ああ、堂安とかね、そう。でも別に、なんかこう、ドイツ、イタリア、スペイン？この辺りに行ってたらいいかなみたいな。ドイツ、イタリア、スペイン、フランスとか、この辺行ってたら別にいいんじゃないですかみたいな感じです。なんかこう、華やかさと引き換えに、なんかマイナスがすごく多すぎるって感じ。貫いた自分束の間のキング。より